今日12月30日土曜日の朝は晴れて気温が低下したことで蜃気楼の一種だるま朝日の見られたところがありました。こちらは静岡県浜松市の方からいただいたリポートです。今朝は東日本の太平洋側のエリアで鮮やかな朝日が見られました。中でも真ん中のだるまのように見えるだるま朝日は暖かい海面の上に冷たい空気が流れ込んで見られる現象です。明日31日大晦日の朝は日の出が見られる地域が少ないため今年最後のだるま朝日だったかもしれません。では気になる2024年の初日の出はどうでしょうか。大晦日に通過する低気圧の影響で一時的に冬型の気圧配置となるため北海道のオホーツク海側や本州の日本海側では曇りや雪、雨となって初日の出を見るのは難しそうです。一方太平洋側では初日の出の見られるチャンスがあります。見に行かれる方は風が強くなりますので防寒をしっかりとしてお出かけください。まただるま初日の出となるためには気温の条件や東の遠い水平線まで雲がない状況が必須となるため見られるエリアは太平洋側の地域でもかなり限られそうです。見られたらかなり縁起が良さそうですね。詳しいお天気や初日の出、初詣の情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。